お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日もですね、視聴者さんからいただいたご飯を作って食べてみたいと思います。じゃん、こちら尼崎あんかけちゃんぽんです。あのちゃんぽんといえば九州の方のイメージが私も強かったんですけど、尼崎市にもあんかけちゃんぽんっていうのがねあるらしくて、このあんかけちゃんぽん作ってらっしゃるところは長崎の製造者さんの名前が書いてあるんですけど、なんだっけ、尼崎市は兵庫県なんですよね。でちゃんぽんって白いスープに野菜とかお肉とかがもう具沢山にいっぱい乗ってるクリーミーなラーメンっていう感じのイメージじゃないですか。尼崎あんかけちゃんぽんはあんがかかった麺であれば何でも OK っていう、実はめちゃくちゃ広い定義を持っているらしいです。なんですけど、このあんかけちゃんぽんはちょっと絵を見た感じだとちゃんぽんの具材をあんかけにしたみたいな、そんなラーメンっぽいです。ただ結構ねアレンジをしても尼崎あんかけちゃんぽんの定義からははみ出さないらしいということで、定番のあんかけちゃんぽん作るんですけど、じゃーん、ちゃんとちゃんと、あら、12人前いただきましたので辛いアレンジもやってみたいなと思います。それでは作っていきたいと思います。見てね、ありがとうございます。はい、できました。尼崎あんかけちゃんぽんです。めちゃくちゃ美味しそう。スープは結構定番の醤油ラーメンっぽいスープの香りでしたね。それでは早速いただきます。何は止まれ、ちょっと麺から、おお、あんがすごい絡む。結構細麺なんですよねこれ。いただきます。おいしい。これいろんな食材の出汁がまたスープにこう染みててめっちゃ美味しいです。うん、あ、ちちちち、うん、あ、優しい出汁の味、すっごい汗かきそう。でも細麺だからね、デカ盛りにするとちょっと大変かも。おお、大変だ、お団子になってまう。
エビちゃん。わあ、めっちゃプリプリ。うん。いい感じですよ。あんと混ぜ混ぜしよう。なんかちゃんぽんって太めのこう丸い麺、中太麺かなのイメージが結構あったから、細麺ってすごい珍しいかも。豚肉いい感じ。片栗粉つけて、あと下味もつけて先に炒めてるんですけど、プリプリするんだよね。無駄に水分が抜けないというか。うん。ああ。とこれを脱ぐとさ、こうヒートテックがこういう風になってて、ダサい。だけどちょっと熱い。めっちゃ七さん。あんかけがしっかり熱々だったら一回麺を水で締めてもいいかもしれん。ちょっと辛いやつそうしてみよう。の牛乳っぽいスープというよりは八宝菜とかのあんかけに近い感じ。うん、プレーンだからすっごいアレンジができそう、いろいろと。6人前、そしてスープ5人前なんですけど、もうそんな程度の満足感じゃないですね。めちゃくちゃお腹にしっかりたまる。うん、あんかけご飯系ってそうですよね。なんかあんかけチャーハンとかさ、やっぱあんの食べ応えがすごい満足感を与えてくれますよね。うん、なんか今肌が弱っててさ、なんか汗がしみる。年を取ってから肌がビリビリするようになって、今一番悪いです。化粧水もなんかなんだっけ、ほんと保湿するだけのやつにしてる今。うん、なんかいいスキンケアあったら教えてください。はい、今日はこちらシシレモンのスーパーですね。スーパーシシレモン。あ、そんなにプシュって言わんわ。入るかな。パンパン。うん。あー、いい酸味。ちょっとなんかね、クエン酸の量が多いのかな。今日はなんか甘く感じる。あー、あ、コースター、コースター。
ちゃんと髪も乾かしてきたよ。マジでお風呂上がりみたいになるんですよね。うん、なくなりました。野菜と海鮮とお肉ともう本当に具沢山で、もうこれだけでご飯バッチリっていうね、出汁が効いててめちゃくちゃ美味しいです。もう野菜が足らない時に食べるのにもってこいな感じで、なんかね、工場で働く人たちの食欲を満たすため尼崎のお店で餡をかけたと言われていますと。麺に対して具材の比率かなり多くしても美味しかったので、お腹いっぱいにしたいけど炭水化物は極力控えたいんだよねっていう時にもいいかなと思いました。で、結構ね、私もお腹膨れたんですよ。なんでちょっとあと6人前あるんですけど、4人前使いまして辛いちゃんぽんを作ってみたいなと思います。はい、2皿目のあんかけピリ辛ちゃんぽんです。いや、でかい思ったよりでかい。ではでは、食べてみたいと思います。それでは早速いただきます。あすごっ。うー、あ、やっぱね、あれですね、細麺だからちょっと水で締めた方がチュルッと感が残って良さそう。いただきます。うん、おいしい。ああ、ピリ辛。うん、あ、めちゃめちゃ美味しい。結構やっぱ出汁がしっかり効いとるんで、辛みを結構効かせても全然負けないですね。
全然麺締めたけど、もうあんがめっちゃあったかいから全然ほかほかです。うん、ワンモア。こんもり、ラスト、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は尼崎のあんかけちゃんぽんでした。ちゃんぽんってね、やっぱりあのお野菜が本当にたくさん食べられるお料理だなっていつも思うんですけど、さらにこれあんかけになってるので食べ応えが満点です。なんかちゃんぽんって本当に何でも野菜とかお肉とか魚介類入れて何入れちゃっても美味しいみたいなのがまたいいかなと思うので、冷蔵庫にちょっと残っちゃってるなっていう野菜とか食材とかね、今日入れたものでいくと卵とかも最後あんかけにして、あんかけが沸いた時に卵とじみたいにして入れるのも絶対美味しいと思うし、2回戦の辛いやつにはニラ入れたんですけど、ニラもいいし、まあ、今日入れた食材は本当全部めっちゃマッチするような食材だったんですけど、ハムとか鶏肉でもいいし、天ぷら、今日かまぼこ入れたんですけど、あの玉ねぎ天とかさ、野菜天とか、なんていうのあれ、天ぷら何なんていうの、あの茶色い丸い揚げたやつ、練り物の揚げたやつね、あと練り物だ、練り物入れてもいいだろうし、野菜やったら白菜大根も入れても絶対美味しいと思う。ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。尼崎あんかけちゃんぽん、兵庫県の名物にね、あんかけちゃんぽんがあるっていうのを私あんまり知らなかったんですけど、とっても美味しかったです。送ってくださった視聴者さん、ありがとうございます。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやー、こちらは山口が、嫁が食べたいなっていうので一人前の野菜もりもりちゃんぽんを作ってあげたいと思います。じゃあね、ありがとうございます。はい、一人前ちゃんぽんです。お食べと、うまい、スープ美味しいね。なんかこういう味付けのちゃんぽんなんか初めて。お野菜をいっぱいお食べ。うん。